すぞ。Yeah!
嫌がんな。さっさと片付けちまうか。えいや、あ、いっちょやった。
動し直してきたらどうだ。なんか嫌だな。どんなもんで。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ん？なかなかやりそうなやつだな。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。
よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。うん、お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。じゃねえな。こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。こいつはじっちゃんのうち長いこと放っておいて、なんか悪いな。えっ、いやーはっ。へへ、木が見せてくんのがわかんな。へへへ、いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん見っけ。じいちゃんのお面だ。昔占いババのとこで戦った時につけてたやつだ。じいちゃん、あの世で元気にしてっかな。ちょっと腹減ってきちまったな。
よし。この魚、へへ、うまそうな魚だな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクワクすっぞ。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ、それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな、そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。ま、そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな、ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。Yeah!
さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。ランチだよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケおお、帰ってきたか。どうだったんだ、天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ。これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。ほう、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ。それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い。早速試してやるか。
Yeah!
もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。似ているカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。こんにちは。あの、さようなら。みんな修行して腕上げてっから。よかろ。またな。ご飯もどんどん腕上げてるし、あいつはやっぱりすんげえ強くなっぞ。修行して腕上げてっから。人造人間がどんなやつかわかんねえが、
オラの強さ試してみてな。こっちに用はねえな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。こんにちは。あの、さあトレーニングを始めましょうか。さあトレーニングを始めましょうか。もっと修行して腕上げて、そんな人造人間が出てきても絶対勝てる。こんなでけえ町だと迷っちまいそうだ。ウーマンちゃんでっけえからすぐにわかるよな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。
です。ひえー、和装なもん、みっけ。はっ、よっ。人造人間がどんなやつかわかんさあ、トレーニングを始めましょうか。させることなど到底できないわ。消えてなくなれ。頭が悪いなりに頑張るのね。計算を上回れとでも言うの。あがいても無駄よ。消えてなくなれよ。もはや誰にも止められない。消えてなくなる。こいつの方が頭が切れるとでも。やるわね。気に入った。おめでとうございます。
人造人間が。遅かったな。何をしていた。わりわり、いろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりしてオラの修行にはなったけどな。どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか。トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父。じゃ、行ってくる。